どうも皆様おはようございますどうもあのちょっとねお足をお足元の悪い中朝早くからこんなに皆さんにおいでいただいて感激しています今日はどうぞごゆっくりあのご覧頂ければ嬉しいですありがとうございますミサオの母しずえ役を演じられました草村れい子さんお願いいたします ありがとうございます松坂さんの隣でこんなに拍手で迎えられて嬉しいです今日はあ楽しんいい映画なのでごゆっくりご覧ください三沢の学生時代の親友えっもっと恋人ファジーです小泉役の奥田英二さんお願いいたします、えー、どうもおはようございます、えー ね、親友か恋人かえこれからご覧にいただければ分かるということでありますけどもえあの、まあ、とにかくこれから皆さんご覧になるわけですから、えー、見終わった後のこう心のなんていうんですかねこの静かなるな,なのかそれともリズミカルなのかそういう音が、えー、聞きたいな。 と今思っている心境であります、えー、よろしくお願いします <laughs> ありがとうございますそして縁あってベトナムでミサオと出会います巻役の藤江玲奈さんお願いいたします皆さんおはようございます、えー、藤江玲奈です、えー、公開初日を迎えましてなんだかドキドキしています、えー 撮影したのがちょうど1年前になるんですけど1年経つのって本当早いなと思いながら、えー、この1年間去年、この撮影したことを思い返すと本当にいい経験ができたなと思っている映画になっているのでぜひ、これから皆さんご覧になられると思うので楽しみにしておいてほしいなと思いますよろししくお願いします。 ありがとうございます続いて本日ハノイからいらっしゃっていただきました原作者で松坂さん演じるミサのモデルでもあります小松みゆきさん女優さんみたいでしょ <laughs> おはようございます小松みゆきです女優の小松みゆきではありません <laughs> あのあのね えっと、原作者、多分皆さん、今朝見て分かると思いますが朝からカルメンであの <laughs> 本当にワイルドでこんな,こんなあの人が大女優の松坂さんもう優雅なあの松坂さんに演じていただいて本当に光栄です、どうぞそのギャップも含めていろいろな意味であの見てください。どうぞよろししくお願いします <laughs> ありがとうございます。そして大森和輝監督ついに、はい、この日迎えまました。ありがとうございますああの。映画やってると初日っていうこういう日があったんだと思って、本当に感激です、あの映画には初日があります、テレビとかいろいろ仕事やっても初日はないんですが、本当に初日に人が集まってこうやって見ていただけるというのは、本当に。 本当に映画やっっててよかったなと思いますさあ藤江さんも、はい、もちろんベトナムにいらっしゃいました、はいでまあ、印象に残ったことございますか、はい、そしてこういったベテランの俳優さんたちの中に入られてどんなお気持ちででした、はい、そうですね今回、本当にすごくベトナムに行って感じることが多かったんですけどまず飛行機に乗って1人でベトナムに行ったんですよ。 でその時点で結構もう真紀ちゃんとリンクする部分があって、ええ、そこも嬉しいなと思いながら今回ベトナムに行ったんですけどあのベトナムに行って驚いたのがバイクの多さすごくってでもう結構もう車よりバイクの方が使われてる方が多いみたいであのタクシーとかもバイクで。 バイクのタクシーみたいな<ー>バイクタクタシーがあって、はい、で私それがすごく気になってて移動する時にそれを使わせてもらってあのバイクに乗って移動したんですけどそれだけでもなんかもうベトナムに行ったんだなっていう実感もしましたしこうあとは食べ物で言ったらうなぎを揚げたものっていうんですかね、うん、日本では ななかなか見たことのない食べ物とかも食べることができてすごく楽しかったしウキウキしましたえそして今回はですね、えー、松坂慶子さんはあのー、娘さんが私と同い年みたいで、はい、すごくお母さんのような温かい空気感を持たれている方なので。 すごく話しやすく、えー、私もリラックスし,しながら、えー、撮影をすることができました、うん、そして草村さんもですね、はいあのー、目が合うたんびにニコっていう笑顔を送ってくださるんですよ、うん、それがすごく嬉しくってもうやっぱり人の笑顔って素敵だなと改めて思いましたね。 ありがとうございますありがとうございますちょっといですかはいどうぞなんかありますかあのねあなた我々はね中高年の不安多いんだけどあなた若い人の不安がたくさんいらっしゃるそこにもねほら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 本当だほら。ありがとうございますああいう人たちにアピールして劇場にダラッと来てもらわなきゃいけないからその一言をあの人たちに伝えて拡散してもらうはいどうぞええどうしよう こういう時って何っていうのがいちばんよろしいですかね <laughs> <laughs> 今はねやっぱりもうネット社会でもありますし皆さんどんどん SNS とかに書き込んでくださいあの、はい、ベトナムの風に吹かれてよかったっていうことをね友達とかにもたくさん言ってほしいなと思います、うん、お願いします